今年6月、東名高速で男に追い越し、車線に停車させられたワゴン車に、後座のトラックが追突し、ワゴン車の夫婦が死亡した事故で、横浜地検は、後座のトラックの運転手を28日付で不起訴処分にしました。この事故は、今年6月、神奈川県の東名高速で、パーキングエリアで注意されたことに腹を立てた男が注意した夫婦の車を追い越し、 車線に無理やり停車させ、その結果、後続のトラックの追突を招き、死亡させたものです。夫婦の車を無理やり停車させた石橋和夫被告は、危険運転致死傷などの罪で起訴されました。一方で、後続のトラックを運転していた63歳の男性について、警察は過失運転致死傷の疑いで書類送検していましたが、横浜地検は、 28日付で不起訴処分にににししししたたと発表しままし横浜地検はは理由についいてて明らかにしていませんネットの反応よもや車が止まっているとは思わない高速道路の追い越し車線しかも夜間運転に集中していたとしても避けようがないこのトラックが直接の原因という人もいるけれどそもそも危険運転で停止させられてなければ起きなかった事故 まあ妥当だと思うね。最高度の注意力の働いている時なら避けられたとは思うけど、それに民事責任という重い問題も残っているからね。妥当。このトラック運転手の人も被害者。多分亡くなられた夫婦もこの人への恨みよりもカす男への憎しみと恨みしかないと思う。遺族の方にとっては複雑な思いもあるかもしれないが。 どうか許してあげてほしい。正しい判断だと思う。今回の状況なら、トラックの運転手もある意味、被害者だと感じた。その場では逮捕になるけど、よほどの過失がないと、大体不起訴ですよね。ここまでニュースになったのは、稀なケースだけど、原因が原因だけに知れてよかった。やつは、焼却処分でお願いします。この運転手に非はない。矛先は 違う向きに向けられるべきであって、不起訴は妥当。なぜ、このドライバーが人をはねてしまったのか原因をたどれば当然の判断でしょう。多分娘さんたちもトラックが悪いとは思ってないと思う。危険運転ではなく、殺人罪でさばいてほしいですね。当然のこと。地方が当たり前のことを当たり前にやる姿は評価したい。道路交通法では不起訴になったが、 2人も亡くなったので民事的にはしっかり保険会社が対応してほしいこの方が不起訴になったのは当然だと思うでもこれからこの方が今後車に乗ることをトラウマにならないことを祈るこのご夫婦ではなく石橋和夫を犠牲にしてたらもっと心を痛めなくてもよかったのにって思う 石橋和夫のせいで犠牲者が亡くなられたご夫婦とこの運転手さんどちらも犠牲者だと思う何年か後にまた犠牲者が出るのが目に見えてるまさかの状況に巻き込まれた被害者でしょう正当な判決でよかった良い年迎えられますように誰が悪いのかを考えれば当然の結果だと思いますでも運転手さんにはトラウマとなってしまうでしょうね そういう意味で、この石橋とかいう、ろくでなしの罪はより重いと思います。トラック運転手責める人は筋違いだと思う。自分が乗用車運転中でも、避けれるわからないし。でも、トラック運転手も気の毒だなぁ。罪には問われなかったけど、メンタルの方が心配です。自分を責めないでください。不起訴とはなったが、車を運転する者は、 どんな状況であっても障害物を回避する義務があることに変わりない。車を運転する潜在リスクはその利便性をはるかに上回るハイリスクな乗り物なのだということを理解してほしい。